JR 博多駅近くで起きたストーカー殺人事件の被告の男について、今日別の傷害事件の裁判で被告人質問が行われました。男はストーカー殺人事件の犯行当日の状況についても自ら語りました。上下黒のスウェットに身を包み法廷に現れた寺内進被告。寺内被告は去年1月、JR 博多駅近くで元交際相手の川野美樹さんを待ち伏せし殺害したなどの罪に問われています。今日はその事件の5ヶ月前に福岡市博多区の路上で当時40歳の男性の顔を殴り重傷を負わせたとされる事件について被告人質問が行われました。初公判で検察側は寺内被告が川野さんに暴力を振るう様子を目撃した被害男性が警察に通報しようとしました。その後寺内被告が通報しとるやないかと叫び拳で殴ったと指摘していました。これに対し弁護側の質問で、目撃者の男性が川野さんに暴力を振るっていたと言っていますが、ないですね。当時交際中だった川野さんが酒に酔っていて、寺内被告の自宅に連れ帰ろうと公園で休んでいただけだと説明しました。また男性に暴力を振るった理由については、男性が川野さんと寺内被告に近づいてきた状況についてこう語りました。どっか連れて行かれるんちゃうんかと。川野さんが？はい。その後被害男性の髪の毛をつかんで倒し馬乗りになり 4,5 発殴ったと説明しました。また裁判の中で寺内被告はこの事件がきっかけで護身用に包丁を2本持ち歩くようになったと話し、博多駅前の事件当日についても質問が行われました。事件当日川野さんと会うつもりになっていた？待ち伏せ？してない。殺すつもりで持ち歩いていた？ないっすね。検察側の質問では包丁を2本持っていた理由について、万が一に備えて2本の方が助かると答え、護身用であったことを強調した寺内被告。ストーカー殺人事件については傷害事件とは別に裁判員裁判が行われる予定です。